本日の研究テーマはボードゲームで遊ぼう。ということでボードゲームに詳しいお二方に来ていただいております。どうもよろしくお願いします。池田哲也です。先生です。お願いします。お願いします。じゃあボードゲームを持ってきてくださいました。いやーそうです。でまずこちらカーマスートラというゲームでございます。おー、インドのあれだ、はい、正義書だ。これね、開けると結構衝撃的な大量の風船が入ってるぞ。何これ。なんかね、このヒニングみたいな。本当だ。メインはこっちの方でございまして、いろんなタイが書かれてるんですね。タイが書いてある。はい、仏壇返しとかね、仏あかりとか、ね、勝利とかなんかいろいろあるんですけども、このタイを取ります。この風船パンパンに膨らませまして、お互いのこの接触部分に挟みまして、腰を振ることによってこの風船を割ることができたらクリアというゲームです。まずもうね、パッケージからもうボードゲームに見えないと思うんですけども、インゴ監督というゲームでございます。ちむけさんもね、あの出演された全裸監督から多分おそらくインスパイアされてると思いますけども、裏見てもらうと分かりやすいですけども、エロビデオボードゲームっていうね、タイトルでございます。もうこれね、すごいあの分かりやすいですけども、AV のタイトルを考えて発売していくというゲームです。うわグリーンだとか、マジックミラーとか、痴漢とかいろいろこういったワードがあります。カードを集めてみて何枚か揃った時によしこれでリリースすると決めたら、ここに直接そういうの書き込んでいただいて、ビデオパッケージを見せてこのタイトルですっていうのを発表します。見てた方が何点っていう感じでここに何点その人の指標あそうなんだ、はい、それで3本リリースできます、はい、3本リリースした時の再生回数っていう言い方をするんですけど、点数が、はいはいはい、その再生回数が1番いってた人が勝ちというゲームでございます。じゃあ最後ちょっとご紹介したいと思います。はい、パンパンというゲームでございます。でしょう、こちらですね、あの異世界転生もの、うん、自分がですねある世界に転生されまして、女子校なんですけども、すごく変わった女子校で、1年に1回行われる文化祭で、そこに並んだ女の子たちのその子が履いてるパンツはどれなのかっていうのを当てることができたら何でも願いが叶うっていう。おーなんか男の欲望が全部凝縮してるっていうようなゲームでございまして、やることがねすごい面白いゲームで、実際にこういった感じでパンツの柄が書かれてます、はい、例えばこういう女の子がいます、はい、この子が履いてるパンツは何なのかで、他にいろいろこれと同じ柄のパンツが置いてあるんですけども、皆さんは2回ずつ質問していいですか。あーなるほど。そのパンツは元気良さそうな子が履きそうですかとかなるほどね。ああで、またイエスかノーだけで答えていく。ああで、分かったらもう早押しで取っていくっていう感じで、なるほど、はい、で正解するとこうめくられて、このパンツでした。うわーテンション上がるーゲームでございます。テンション上がる。これやろうこれやろうよ。4人の女の子が出てきます。はいはい、今3枚ずつ、はい、下半身カードを、はい、渡してあります。でまず先行、例えばちみけんさんが蹴るとしたら、うん、まあどれか1人選んでください、はいはい、じゃあこの子にしましょうとかってなったら、うん、その子があの履きそうな下着をこの中から選んでいただいて、はい、で私は今から質問をしていきます、はい、で2回質問して、イエスかノーかで答えてください、はいはい、イエスノーハテナっていうのがありますので、はい、分かりづらいやつはハテナにしていただいて、はいはい、朝昼ネムちゃんの履きそうなパンツを選ぶんですね、はい、まさかのこれよく切りました。これ完全に主観になりますね。主観ですね、はい、はい、これで OK ですか、はい、じゃあ、僕と先生が2回ずつ質問していきますんで、はい、朝昼ネムちゃんの履いてるパンティは柄物ですか。どう。あーなるほどね、単色、はい、単色だね。なんか柄物っぽい感じはありますけどね。幼い感じですね。幼い感じですけどね、うん、レースはついてますか。レースどう。ついてない。結構絞られてきたよ。面積は大きいですか。おーってことよね。行ってみようかな俺。あれこれいつでも行っていいです。これ行ってみよう。俺はこれ行きました。もう決まり。いやいや、あとは先生もう一回行ってみます。じゃあ絞ろう。パンツの色は明るい色ですか。明るくない。いやそうだ、これだよ、これはそれ。うん、オッケー。はい、じゃあ、我々このパンティを選びました。はい、正解お願いいたします。正解はデデン、デンデデ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 デ